Hello, everyone, and welcome back to some more Honkai Impact. Today, we're going to be doing the Accepting Communications, the last part of Chapter 42. We're going to get right into this. もしもし、聞こえる?わー、声が大きい。レッドでもかなわないよ。は?これはただ単に電波の状態をテストしてるだけ。いい?私は意識の律者なんだ。通信面で右に出るものなんていないよ。I've never seen her wear that outfit before. すごそうですね。でもそんなに詳しいなら。どうしてクレイシュさんと今まで連絡を取らなかったんですか?はあ?教科書でも読み返した方がいいんじゃない?光速って知ってる?コツがないとこっちの光がそっちに到着するのに26、27日くらいかかるんだ。このスピードは手紙でのやり取りとほぼ同じ。ま、それは一旦置いとくとして、だって私はあなたたちの先生じゃないからね。その僕年人、あなたずっとお友達のことを口にしてたじゃないですか。いざ顔を合わせたら黙り込むなんてどういうこと?グレーシュ、お久しぶりです。ふかお姉ちゃん、久しぶり。最近はどう?元気?元気です。ずっと気にかけてくれてたんですね。ふかもそっちに会いたがっているぞよ。この僕年人は相変わらず話しべたぞよ。そうそう、この僕年人ってば。道中で花や木を見るたびに、この景色はグレーシュの絵で見たことがありますとか急に言い出すんだ。はあ、なんと言えばいいのやら。最近よく昔のことを思い出すんです。ですから似たような景色を見ると遠い記憶が脳裏に浮かんでしまって。わかるよ。深尾姉ちゃんがあの時の私の気持ちにあったから昔の時間を思い出したんだと思う。それに今の深尾姉ちゃんも私と同じでいろんな友達ができてもう一人じゃない。今日も明日も一分一秒が大切になって楽しく思えるんだよね。ええ、そうですね。ありがとうございます、グレーシュ。あなたはどうですか?最近は楽しく過ごしてますか?うん。レッドちゃんたちやミステルと軽名で暮らせてとっても楽しいよ。絵のモチーフもいっぱい増えたんだ。は?ミステル?あんなにたやすく人をたぶらかす女と一緒に暮らしてるわけ?それのどこが安心できるって?あら。四季の律者はどうやら今でも昔のことを気にかけているようね。でも私と一緒にいることについて一番発言権があるのはそちらにいる17号じゃないかしら。回答を拒否します。まあそう照れないで。一緒に過ごした日々はとても忘れがたい時間だったじゃない。だから早く一緒にお仕事しましょう。ここの子供たちもあなたと同じくらい可愛いのよ。趣旨と無関係な部分は省いて答えます。今の距離ですと地球最新の太陽放宇宙船を使っても新慶明星へとたどり着くにはおおよそ73年かかります。 That's why Grisio isn't going home. 一方グレーシュを含めた代理人たちの工業施設の製造進捗から見れば、その時にはもう手助けは不要かと思います。17号、そんなことを言わないの。私の心の友ならきっとわかるわよね。あんな冷たい採掘設備より、私にとってはあなたの方がずっといいって。では、辛抱強くそこで待っていてください、ミステル。もし
いつか地球での生活に飽きたらの話ですが。ええ、約束よ。ここで待ってるわ。何しろ私って待つことには相当慣れてるから。そう、はあ、やはり地球の人にもっと効率のいい宇宙船を開発してもらった方がいいかもしれません。仕方ないけど、17号が来るまであの採掘設備をあなた代わりにするわ。そうそう、グレーシュに頼んで設備を17号の色に塗り替えたら採掘の効率も上がるかしら。 That's actually a good question. With the way Grisio works, it might actually. 分かった。任せて、ミステル。明日のパトロールが終わったら採掘設備を新しい色に塗り替えるね。どうやら最近のグレーシュとミステルさんは慶明のためにいろんなことをしているんですね。もちろんだよ。グレーシュとウサギは最高なんだから。レッドさん、お久しぶりですね。やっと再会できたね、名探偵。この前さよならって言ってたけど、こんなに長く間が空くとは思わなかったよ。正直待ちくたびれちゃった。みんなもお元気ですか？最近はどんなことをしてるんです？フカさん、ここ何日かは大きなお祭りの準備をしてました。ウサギお姉ちゃんとグレーシュお姉ちゃんもパフォーマンスをしてくれるんだって。特にグレーシュお姉ちゃんはとびっきり得意らしいよ。え、パフォーマンスが得意？グレーシュはどうやら成長したようですね。 The few words that weren't added in the English subs, was there? 実はまだ何をやるか決めてないの。大丈夫、やりたいことをやればいいんです。みんなはそんなあなたが好きなんですから。うん、フカさんも来られたらよかったのに。グレーシュさんとウサギさんがいろんなアイデアを出してくれるんだ。今度のお祭りはきっと楽しくなるよ。ごめんなさい、ワコ君。プロメテウスが言っていたように、現状は慶明と地球の間をうまく行き来する方法がないんです。大丈夫だよ、フカ。僕たちが経験した過去とこれから切り開かれる未来、それこそがみんなでお祭りを開こうとしている理由なんだ。インディゴの言う通り、これはフカさんのお祭りでもあるんだ。心配しないで、みんなは慶明で元気にやってるから。あなたも体には気をつけて、あまり無理しちゃダメだよ。ありがとうございます、オレンジさん。安心して、名探偵。僕たちはこの町をもっと素晴らしい姿に変えるから。それに今は地球の経験をいろいろ参考にできるし、グレーシュとウサギが手伝ってくれたおかげで町を管理する効率がだいぶ良くなってるんだ。前と比べて作業量が減ってるのに倍の成果を上げられてる。ええ、半年の間にグレーシュもすっかり立派な代理人になりましたね。今やりたい仕事だからね。絵の中のカラフルな景色も、星空を灯す物語も、全部この街に届けてみせる。Feeling sentimental, she looked at her companions. She sorely missed on the communication screen. The pure colors in her memory intertwined with the gorgeous light and shadow before her. Mindful of the starry sky she saw a long time ago while talking to Grisio. When she lifted her head and saw the Milky Way above, the stars pure and shimmering reflected dazzling light, illuminating countless futures in the tranquil night sky. And so she smiled and nodded. So I literally have to do these one by one. Liria, Liria, mite! Hontouni hitomozou ga menomae ni arawarete wa yo! Rosaria, Rosaria, mite! Hontouni nanatsugo no kodomo ga iru yo! Kodomo nanka janai yo! Boku tachi 7人のピタは町の代理人なんだ!
困ったことがあったらいつでも僕たちのところに来てね。I feel like Red would interact interestingly with these two if they were actually together. 町のために頑張る代理人だったんだ。すごい。もっと褒めてくれてもいいんだよ。ゼーレ、私たちだって優秀よ。毎日子供たちに絵本を読んだり、劇のリハーサルをしたりするだけじゃない。合間を縫ってアイドルスキルも磨かなきゃいけないんだもの。そうそう、私たちもすごいよ。アイドル候補生なのに子供たちの先生もやってるから本当に大変なの。毎日寝ることしか考えられないくらい疲れてる。シー、バカリリア、また忘れたのね。キラの指導を受けるプロのアイドルとして愚痴を言うのは危険な行為よ。So they're actually under Kira now. バカロザリア、私たちはまだアイドル候補生だよ。アイドル候補生じゃないわ。ウォッカガールズはオーディションで素晴らしいパフォーマンスを見せたじゃない。結局落選だったけどね。あのオーディションの後、足りないところをちゃんと反省して宇宙アイドルキラの協力の下でプロの訓練を受けたでしょ。ただ歌のレッスンは一度もしてないんだよね。前回その話をした時はアインシュタイン博士に聞くようにってキラお姉さんに言われたし。 Yeah, you don't want to consult Kira on vocals. 夢が叶うまではまだ距離があるけど、足踏みするよりマシだし、行動に移すことはきっと何もしないことより目標に近いはず。だからゆっくりでも大丈夫なの。リリア、私ったらまた知らないうちにすごいことを口にしちゃったわ。今の話を次のオーディションの参加宣言にしましょう。次のオーディション？来週のオーディションよ。しかもテレサちゃんが応募してくれたの。今回はキラの指導だけじゃなくてみんなも応援しに来てくれるから、きっといい成績を取れるはずよ。でもロザリアはまだセリフを覚えてないよ。心配しないでリリア、この天才ロザリアがそばにいるんだから、オーディションなんて楽勝よ。Bit of confidence you have there, huh? バカロザリアがまた何の意味もない自画自賛を始めた。安心してリリア、ちゃんと空き時間にセリフを覚えておくわ。最近は子供たちとの劇のリハーサルが楽しくてつい忘れちゃうんだけど。リリア、怒ってないわよね。バカ、そんなことで怒らないよ。それに今回がダメになっても大丈夫。私たちはいつか最高の巡回教師とキラキラするアイドルになるんだから。ええ、みんなが目標のために楽しそうに努力してるのを見たんだもの。私たちも負けられないわ。子供たちに授業をするだけじゃなく、天命の隊員訓練に参加してるゼーレみたいにね。うん、ゼーレは本当にすごいよ。そう言わないで。私はただ自分にできることをしてるだけだし、学校でのイベントが充実してきたのもみんなの協力があってこそだよ。お姉さんたちは先生なんだね。そんなにたくさんの授業を用意してるんだ。うん、私たちは清良基金会附属学校のゲスト指導員で、ゼーレとロザリア、リリア、あとの2人はリモートで参加してるんだけど、いつもみんなは教室に素敵なアイデアを与えてくれるんだ。I'm guessing the two teachers are Tesla and Einstein? Or not? Is it Einstein? I don't even remember. みんな、いつもお疲れ様。何バカなことを言ってるの？訓練日なのに深夜まで授業の準備をしてたのは誰かしら？ I was waiting for you to show up, Mother Zuli. あれ？どうしてゼーレが知ってるの？それはもちろん。とにかく、あのガキたちの先生になるのは私たちが決めたことだから、みんなに責任があるのよ。あなたね、面倒ごとを全部自分のものにして、手柄を他の人に与えちゃダメよ。
ゼーラの言う通りだ。この仕事は私たちが選んだものだし、自身にとっても意味がある。聖魂空間から出た後もみんなのために有益なことができてとても嬉しいよ。 Does that mean there's four sailors here? うん、毎日あんなに面白い子たちと一緒にお遊びしたり絵本を読んだりできるのはすごく楽しい。 There's three of them at least, probably four. どうやら二人はもう人になる答えを見つけたみたいね。ミステルもそう思うの？ゼーレも同じことを言ってくれたよ。ミステル、私たちは必ず君の自由を取り戻す方法を見つけてみせる。どれくらい時間がかかっても私たちは努力し続ける。あなたたちが自身の答えを見つけることこそが私にとって最高の協力なのよ。でも今の君は新啓明星から離れられないだろう。このまま君を置き去りにするわけにはいかない。もう今だって自由よ。可愛い子たちと一緒に暮らせて、グレーシュやゼーレたちみたいに真面目にコツコツと頑張る必要もない。素敵だと思わない？それに地球も世界の泡も、人々は自分が生きてる世界から離れられない。それこそが人生というものじゃないかしら。君は変わらないね。私とグレーシュ、それにあの子たち、みんなは啓明をより良くするために頑張ってる。毎日が充実してて、だからこそ新たな喜びを得られるの。そういう育成プレイヤーに似た気持ち、今ならわかるわよね。グレーシュさん、フカさんが話したお友達のこと？あなたはゼーレだね。え？はじめまして、グレーシュさん。今日がはじめましてだけど、フカお姉ちゃんから話を聞いてるから、もうみんなとの冒険をたくさん経験した気がするの。フカさんもグレーシュさんが箱舟に乗った話をみんなに教えてくれました。学校の子たちは星の物語に興味があるみたいです。本当に？啓明の住民たちもその話が好きなんだ。機会があったら星の色を描いてより多くの人たちに見せたいって思ってる。よかったです、グレーシュさん。実は子供たちにもっと広い景色を見せたくて、学校の一日教師になってくれないかなってみんなを誘おうとしてたんです。一日教師？学校で子供たちのために一日授業するって感じかな？はい、その通りです。通信での授業でも大丈夫ですよ。やっぱりゼーレは深尾姉ちゃんが話してたように自分の考えを持ってる人なんだね。みんなそれぞれ唯一無二の経験を持ってます。だからその有意義な物語が子供たちの心の中にも存在するといいなって思ってるんです。今のは初めの一歩的な考えで、まだみんなの意見を集めないといけないんですが。知識を伝授し物語を教える教師、僕年人が得意なことだと思うぞよ。ふか、我らも行ってみるか？ソチの友人たちにも会えるかもしれぬぞよ。 Why is Fuwa here too? ええ、みんなが良ければ数日後に旅立ちましょう。へえ、先生になるんだ。何を教えるかちゃんと考えなきゃだね。だって私は博学交際の式の律者だもの。わかりやすく話さないとあのガキたちに伝わらないかもしれないよ。Of course you think that. あなたが？キーオーラが休み中に学校を視察しに来た時に、教室でガキたちを率いて万歳なんて叫ぶあなたを見たら、怒って泣きながら転げ回るかもしれないわよ。I can see that happening. ちょっと誹謗中傷はやめて。私がいつそんなことをしたの？式の律者は先生に向いてないだけじゃなくて、記憶力も良くないみたいね。まさかゼーレ、
物知りでみんなに好かれるこの四季の律者に出番を奪われるのが怖いから嫉妬してわざとそんなことを言ってるんじゃないの？は？嫉妬？その幼稚でわけのわからない競争心は一体どこから来たわけ？はあ、四季ちゃんは相変わらずだよ。僕年人2号、そいつが先に喧嘩を売ってきただけなんだけど。オールタイマーナンバー2。四季の律者、ゼーレさんはあなたと同じように子供たちに有意義な知識を届けたいと思っているんです。それをベースに共通の認識を作り、具体的な授業のやり方を話し合えばいいと思います。はいはい、かつて生死を共にしたことに免じて多めに見てあげるよ。ゼーレの言う通りだわ。フカと復帰の書のそばにいるあなたはいつもよりおとなしくて、先生の隣にいる優等生みたいになるのね。あなたね。ゼーレ、フカさんと四季の律者さんが子供たちのために授業しに来てくれるならきっととても有意義だよね。It would be very meaningful, actually, considering who they are. はいはい、そうね。ゼーレ、よくもズーズーしく人をバカにしてくれたね。I'm pretty sure it was you. ゼーレさん、問題なければ数日後に出発します。四季の律者も、プロメテウスも、復帰の書も、みんなに共有したい経験がたくさんありますから。So Prometheus is going too. 旅の見聞の他にも、子供たちに信州の伝説をいっぱい話せるぞよ。復帰とジョカが我に搭載しておいた物語全集の出番がやっと回ってきたぞよ。I have no idea what that sentence is even talking about. 僕年人の代わりに盛り上げるためのジョーク大戦もあるかもしれぬぞよ。でも四季の律者がいる限り、あまり心配はいらぬと思うぞよ。Yeah, she does liven up the atmosphere. もちろんだよ。この世のみんなに愛される四季の律者に解決できないことはないからね。四季の律者って自慢に思ってるところが少しユニークな気がする。Yeah, her sense of pride is... そうなの？でも四季の律者は子供たちと一緒に劇をするのに向いてると思うわ。その時は復帰の書とフカがナレーションを、プロメテウスが科学知識の説明をすればいいんじゃないかしら。そうなったら私たちは何をすればいいの、リリア？簡単だよ。私たちはゆっくり休めばいいと思う。リリア just wants to sleep. ちょっとリリア、最高の巡回教師としてサボりはダメよ。そうだ、ウォッカガールズは子供たちと一緒に遊びましょう。やっと先生堂々と遊べるわね。 So you're gonna play with the children. フカさんたちが学校に着いたら子供たちにどんなイベントを用意するかまた話そうよ。ゼル、私もスーおじさんに通話できるように協力をお願いするね。きっと啓明と地球の子供たちはお互いに学び合う機会が増えると思う。いいですね。そういう未来はきっと面白いと思います。Okay, this is going to be Bronya. Probably Bronya and Project Bunny. This is Kiana and whoever else happens to be there. This is probably going to be Teresa and a few others. Probably Durandal. Oh, this is Mei and Bronya. まだつながっていませんか、メイ姉さん。どれどれ。電波は良好。ラグもありません。どうして喋らないんですか？Bronya followed May's gaze and soon understood the reason for this silence. 新作ゲームのソフトを探してきますから、少ししたら戻ってきます。はじめまして、グレイシー。ライデン・メイよ。
メイ、あなたからみんなの色が見える。 Oh yeah, she knew Grisio a bit. あなたは起源の律者だもんね。メイ、あなたと仲間たちは自分の考えで願ってた景色を構築して、そして自分たちの色を塗った。それは古の楽園が永遠に存在する証だって思わない？グレーシュ、どうしたのメイ？何でもないわ。幼い頃の様々な色に染まりやすいあなたより、今のあなたは自分だけの色をたくさん持ってるのね。他の人の色に染まる。あ、楽園にいる私、そのメイの真似をして変わったことを言ってないよね。 You probably did. I haven't actually played that part, sadly. I don't know why I managed to skip over that. 例えば F だよ、私に服従しなさいとか。え結構かっこいいね。 Wow. そうね。He's playing the clouds now with our warm swans, diligent hedgehogs, and maybe crabs made of candy, right? Suddenly, those awkward words echoed in her ears. A fantasy of young Grisio about the Ark's journey, a lie she couldn't bear to deny. At that time, she could not have imagined that the Grisio now would have her own answer. Because she is Grisio, she can face the long journey with a pure heart. Because she is Grisio, she can.Explore her colors with endless imagination in the silent, starry sky. She smiled, the image of the old friend in front of her, overlapped with the figure of the child in her memories, and extended to the figure future with infinite possibilities. May, どうして急に黙っちゃったの？楽園のことを思い出してるの？ええ、そうよ。あの体験は私の中でとても貴重なものだから。そうだったんだ。私の中では古の楽園が記したことはかなり昔のものだから、全部はっきりしてないの。For Grisio now, are those gradually fading memories, a warm pastSorrowful history or regret shrouded in shadows when recalled? May couldn't come up with an answer, but she understood that whether or not Grisio should know the story of the Elysian realm, it should be left to Grisio to choose. Grisio, その記憶が知りたいなら、私から話しましょう。大丈夫だよ、メイ。前にす。なるほどね。私たちの後ろにある正解はすでに探索された物語で、人類に資源を、知識を、それと感情を与えてくれた。でも私たちの旅は次の星に向かわなければならない。そこには美しい未知、出会い、それから人類の未来がある。今のグレーシュは優秀な町の代理人だけじゃなくて、一人前の宇宙飛行士でもあるのね。あり、私はビタちゃんたちと町のお世話をして、その文明がより輝くのを見届ける。そして未来で再び政界に入って、私が期待してた箱舟計画を再開させるかもしれない。そうね。先人たちの物語は過去に残り歴史となる。私たち、それから一代、また一代先の人類は私たちのやり方で明日へと向かう。そしていつか私たちの歴史はあの物語たちと共に文明の奇跡となり、後世の人々を乗せて
新しい未来へと進む。彼らと同じように私たちも自分自身に誇りを持てる。そうだよね。もち。Okay, that wasn't much of Bronya. That was literally just Mei, which makes sense because Bronya doesn't have any interaction with them besides Fua. Mei-senpai, Bronya, 二人は相変わらずだね。ちょっと、昨日会ったばかりなのに変わるはずがないでしょう。Exactly. そうよ、キアナちゃん。ゆうべ一緒に協力プレイしたでしょ。今日は違うよ、Mei-senpai。確かに。スーさんが提供してくれたこの通信ルートはラグがほとんどありません。理論的に宇宙のいろんなところにいる人々が一緒に協力プレイをするのに最適です。 How can you play online games when they don't have the same type of game over there? そういう違いがあるのね。メイ先輩は知らないかもしれないけど、本物のプロゲーマーになるとミリ秒のズレでも操作に影響が出る時があるんだよ。今の話はブローニャちゃんから聞く方が説得力があったわね。私のテクニックだって成長し続けてるよ。前回ブローニャが新しく作ったゲームを送ってくれたんだけど、スムーズにクリアできたもん。ブローニャも私の意見を聞いて一部を作り直したんだって。She's using you to test the difficulty of the game. ブローニャみたいに頭がいい人が私の知恵を求める日が来るとはね。フィードバックに耳を傾けることは開発において重要な一部ですから。それだ。私のアドバイスが役に立ってるってことだね。キアナちゃんたら。メイ先輩、また私を笑ってる。別に間違ったことなんて言ってないのに。なんでもないわ。ただ私たちまたセーフレイヤーにいた頃に戻ったみたいって思った。そう言われると、今は授業と宿題だけじゃなくてカップ麺を食べちゃダメだってメイ先輩に監督されるし。ふう。それにネゲントロピーの宿題はセーフレイヤーのものよりずっと難しいんだよ。だって前回私とブローニャちゃんがそっちに行った時、キアナちゃんはゲームの時間を作るためにいつも以上にカップ麺を食べてたじゃない。 That seems like something she did. 来るってブローニャが教えてくれなかったせいだよ。 You would have hated it if you knew. サプライズにしようってメイ姉さんに言われましたので、まさか入ってすぐに机いっぱいのカップ麺と慌てるバカが視界に飛び込んでくるとは思いませんでした。安心して、前回メイ先輩が作ってくれたお菓子すごく美味しかったから。カップ麺なんて食べるはずないでしょ。 I don't believe that. もちろんメイ姉さんは安心していますよ。何しろクラインの弱みを握って、もうジャンクフードをキアナに売らないように言っておきましたから。 That's one way to do it. え、メイ先輩、そんな。キアナちゃんがいつも何かを食べるためにいろんな策を練るからでしょ。Quite true. はいはい。でもその代わり、メイ先輩はまたお菓子を作りに来てね。それから私とブローニャと一緒にゲームして。お菓子の件は任せて。ゲームに関しては前回一緒にプレイした協力系のものは悪くなかったわ。お互いにいたずらする小動物に扮する、確かに面白かった。I vaguely know what game they're talking about. じゃあそのゲームから始めよう。私とメイ先輩は同じチームで、絶妙なチームワークでブローニャに心から負けを認めてもらおう。パーティーの時にプレイするならきっとゼーレも興味を持ってくれると思います。その時はせいぜい最後まで頑張ってくださいね。ブローニャお姉ちゃん、またみんなでゲームをするの？You're here too, Sailor? いいタイミングに来てくれました、ゼーレ。ゲームもしますが、夜は散歩に出かけませんか？委員長が送ってくれた景色の写真を見て、急に外を歩いてみたいと思いました。じゃあ、海はどうかな？ブローニャお姉ちゃん、
ずっとオフィスにこもったままでいるのはダメだよ。ええ、ゼーレの言う通りにします。あれ、外に遊びに行くの？まさかシーフードバーベキューとかする？A familiar voice came, and the girl on the moon instinctively straightened up. よだれを拭きなさい。テスラ博士が出した電磁気学の宿題は終わったの？キアナ。テレサ？まだそれだけじゃないわ。長光から聞いたんだけど、微分積分の練習問題、正解率がずっと低いままだってね。それに先週のプログラミングの宿題だってまだ琥珀に渡してないじゃない。Hear how much stuff she has to do for homework makes me feel bad for her. テレサは何を言ってるのかな？よく聞こえない。そういう芝居はやめなさい、キアナ。ラグがない通信だって言ったでしょ？全部聞こえてるわよね。テレサの投影がはっきり見えないな。何か話してるの？よく聞こえないから通信を切るね。You don't want to do that. She's gonna come to the door herself. だから、いつ宿題を出すかって聞いてるの。宿題バイバイ。あ、違う。またね、テレサ。メイ先輩、ブローニャ。それとみんなも。Escaping from the homework. やだ。Yeah, this is gonna probably be a shorter stream today. デュランデル様。通信がつながりました。テレサ司教、皆さんお久しぶりです。デュランダル、リタ、久しぶりね。そうだ、今日は師匠とキラも訓練室に来るって聞いたんだけど、いないのかしら。ご安心ください。スーサナさんがすでにお二人を迎えに行きましたので、すぐに到着すると思います。司教様、デュランダル様、リタ様、皆さんお連れしました。任務完了です。いいところに来たね。こんなに多くの人が通信してるなんて賑やかだな。ナイスアウトフィット、シューサイ。ビアンカ、リタ、ゼーレ、それにみんな久しぶりね。お久しぶりね、キラ。久しぶり。Somebody got punched in the gut the moment she was at this。 あら、キラったら、私に何か言いたいことでもあるのかしら。別に、ただあなたには謝るべきだったのかなって思って。まだ遅くないといいんだけど。もちろん受け入れてくれなくても全然構わないわ。ええー、その言葉受け取ったわよ。ありがとう。ありがとう。ええー、私は人類じゃないから、人の感覚を得る方法がないの。そのせいでつい誤解されるようなことをしちゃうのよね。人類が悲しい、悔しい、悩むようなことにあっても、私の心の底は同じ感情を持つことができないの。それは致命的な欠陥というわけじゃないけど、キラがあんな誤解のために私に謝ったのは、私を人類と同じように感情を持つ人間として、もしくは友人として見てくれてるからよね。そういうわけじゃないって言いたいところだけど、別に間違ってないわ。じゃあキラ、友人同士が気持ちを伝えるときはこんな風にするのかしら。私にこう言ってみて。何があっても私たちはずっと友達よ。誤解、すれ違いがあっても、私はあなたと一緒にいる時間が大好きなの。 Wow, you're messing with her still, Miss Dillon. ちょっとした冗談よ。あなたと話すって分かってたらここには来なかったわ。キラ先輩、さっき入り口でみんなが通信してる様子を見た時はあんなに嬉しそうにしてたのに。あの時ミステルさんも映ってたんですよ。
スーサナったらどうしてこういう時に限って記憶力がいいの？さっきは道を間違えたのに。わお。すみません、キラ先輩。Poor Susanna. You can't be too, straightforward, I guess. 大丈夫だよ、スーサナ。私もここをよく知らなかったけど、今回一緒に道を探したから、きっと次は迷子にならずに済むはずだよ。I'm just realizing something. Susanna's taller than Shusang. Is Shusang actually short? ありがとうございます、スシオ様。最高のガイドになれるように頑張って道を覚えます。Okay, that's the head, which goes to about... Yeah, Shusang is quite a bit shorter than Susanna. Sushio-sama, Kira-senpai. この度は新人訓練、それから店名宣伝番組の撮影を手伝ってくださり、ありがとうございます。She's the shortest one there besides Teresa. 平気、平気。旅行でしばらく外にいたから、手合わせして体を動かしたかったし。今の店名の訓練方法は昔と全然違うから、私にとっては全く新しい体験だったわ。それに訓練の空き時間にデュランダル様の子供時代のエピソード新隊員たちに教えられるしね。 Are you sure she doesn't want to murder you right now? キラ先輩、私も聞きたいです。キラ先輩、どうかお手柔らかにお願いします。あ、そういえば私たちは特殊な長期プロジェクトの準備をしていまして、才能を持つ数名の特殊戦闘員の訓練が必要なんです。キラ先輩もスショウさんも時間があるとき彼女たちに戦闘のコツを教えてくれませんか？特殊な長期プロジェクト？ That's for part two, I'm guessing. まだ機密情報ですから、具体的な内容は訓練場で教えます。ですがご安心ください、宇宙アイドルが経験を伝授するのにふさわしいプロジェクトです。そうだ、デュランダル、リタ、訓練室の他にこの近くに面白そうなところはないかな？スショウ様はゲームセンターをお探しでしょうか？この近くにありますからご案内いたします。ゲームのことは後でいいよ。前回私がゲーム好きだって知ったブローネが新しく制作したゲームを送ってくれたんだけど、あすごく難しかった。何度も頭を抱えてゲーム機に触りたくないくらいだったんだよ。キアナがあのフィードバックに楽勝って書いた理由がわからない。そうだったんですね。ではスショウ様、お時間があるときに私たちと一緒に天体観測をするのはどうでしょうか？とても面白いと思いますよ。え？天体観測？ええ、長光様が作った専用の機器で銀河系のさまざまな星群を観測するんです。天気が良ければ想像を超えた素晴らしい景色がたくさん見られますよ。それって外に出ずに千里の外を見るってことだよね。語り物に書いてある千里眼が現実になったんだ。Of course you would think that, she's saying. 今の世界ってまさに日進月歩だよね。物語を作る人も科学者や設計者の想像に追いつけなくなっちゃうな。それが雨だれ石をうがつということなのかもしれません。誰にでも己の挑戦があります。先人たちが苦労すればするほど後世の私たちは、そして今私たちの手にある人類の灯火もできていないことを完成させられるように私たちを促しています。人類は昔も今もそうやって頑張ってきました。そういう難しい話になると輪に入れないんだよな。お父さん？ I've never heard Sigrid's voice before. よ、ちゃんと休んでるか？正直に言うと、新人訓練まで担当することはお勧めしないぞ。
仕事はお前一人だけのものじゃない。たまにはお前の隊員たちに十分なチャンスを与えないとな。俺に言わせたら、お前、それにリタも、どっかの別荘に隠れて仕事を全部アルビトルたちに押し付けりゃいい。もしかし…ジークフリート、私はまだいるわよ。そんな乱暴な鍛え方、私が許すはずがないでしょ。わかってるよ、テレサ。こいつは頑固だからな。俺の言うことを全部聞いてくれるわけないだろ。大げさに仕事をするときにこっそりゲームでもしてくれた方がむしろ安心できるけどな。休憩時間を多めに取るようにしてみます。そういえば再来週はちょうど月に行く任務があります。人数を増やして任務が終わったらみんなでキアナとサッカーをしましょう。たくさん練習したから絶対に活躍すると前回キアナが言っていましたよ。サッカー on the moon。 おお、それは本当か。楽しみだな。パパ、本当に楽しみにしててよね。ベルトも呼んでみたらどうかな。私とお姉ちゃんは同じチームになるんだし。 Those two would beat everybody, I feel. キアナ、しばらくぶりですね。うん、そうでもないかな。前回お姉ちゃんからもらった本だけど、まだ読み切れてないんだ。ほう、今のキアナがここまで読書好きだったとはな。確か先週の宿題がまだだって今朝テレサがそう言ってたはずだが。うわあ、テレサってば親に告げ口するようになったんだ。あたくしはまだいるわよ。キアナ、どうしてこんな時に限って信号が良くなったのかしら。宿題はちゃんとやってるよ。本当だってば。それよりパパは、今は仕事の時間だよ。パパもちゃんと仕事してないんじゃないの。そんなわけないだろう。お前たちの前では自ら手本を示すようにしてるぞ。でもパパの顔、さっきまでお酒を飲んでたように見えるよ。そうだよね、お姉ちゃん。ええ、確かに少し怪しいと思います。先ほどまで…そうか?お前たちの父親は仕事中にこっそりと酒を飲むやつに見えるか。 Do you want them to answer that question? 見えるよ。 Yeah. コン、ベルトと仕事の話をして興奮したから顔が赤いんだ。もう時間だし他の任務があるから、後でまた二人のサッカーを見てやるよ。ええ、お願いします。安心してパパ、絶対にがっかりさせないから楽しみにしてて。 Second last one。 ボサ頭、早く。これは本物の超時空通信、直接データを手にする絶好のチャンスよ。ちょうど長光のやつもいないし、後でお願いしに来るあいつの顔が楽しみだわ。テスラ博士、注意しておくが、僕たちにはもっと大事な用事があると忘れていないだろうね。ジークフリートの位置を特定して仕事に連れ戻すんでしょ。ボサ頭、分かってないわね。みんなここにいるし、ジークフリートを見てないか聞けばいいのよ。 So he escaped。あれ、テスラ博士とアインシュタイン博士はパパを探してるの？ああ、先ほど一瞬彼の行方を捕捉したんだが、位置を特定する間もなく信号が消えたんだ。あいつ逃げるなんてありえないわ。今日は何が何でもあいつを捕まえてやるんだから。あいつとベルトがいないと仕事の効率が大幅に下がるのよ。何でもシュレーディンガーにやってもらうわけにはいかないし。それで誰かジークフリートを見かけていないかな。私たちに聞いて正解だよ。パパはさっきまで通信にいたけど顔が赤くて、私もお姉ちゃんも
きっとベルトと飲んでたって思ったんだ。なるほど。ヨアヒムの位置を特定すればジークフリートも一緒に見つけられるってことか。 As she finished speaking, Walt's figure coincidentally appeared before everyone. みんな揃ってるのか？久しぶりだな。You look so much younger than I'm used to seeing you, because I'm used to seeing you from, what's it called? Star Rail, where you're literally like 9 years older. ベルト、いいタイミングに来てくれたね。At least. いいタイミング？何か用事でもあるのか、キアナ。信号の追跡にもう少し時間がかかるから、時間を稼いでちょうだい。It didn't say that right in front of him. わかったよ、博士。任せて。うん？ベルト、またパパと一緒にお酒を飲んでるんだよね。なるほど。道理でジークフリートは途中でいなくなったわけだ。すごくご機嫌だったから、また君たちのところに行くんじゃないのか？うん。再来週、パパとお姉ちゃんがサッカーしに来るんだ。ベルトも一緒に来てよ。ちょうど2チームに分けられるし。時間があったら必ず参加するよ。だが彼が月に行くということは、今のうちに彼ともっと飲まないといけないということだ。俺はジークフリートを探してくるから先に失礼するよ。え、待って、ベルト。他に用事があるのか、キアナ。その他に話せる話題はないのかな。You should not ask Kiana to stall for time if it's not an actual fight. She, her brain does work that way. あと少しだ、キアナ。うん？バカキアナ、こういうことはプロに任せてください。こんにちは、ベルトさん。ブローニャ、何か用事でもあるのか？ああ、思い出したよ。安心してくれ。前回君が送ってくれた企画書は今月中に直しておくから。ですが、ベルトさんはこれから月に行くんですよね。いろいろ準備が必要なのでは。必ず時間を作るから、俺を信じてくれ、ブローニャ。あの企画書は1ヶ月前にベルトさんに送ったはずですが。時間が過ぎていくのは早いな。And now he's trying to play it off. では、昨日アップロードしたお試しクエストもすでにテストしましたか？どうでした？何か調整が必要なところはありませんか？そうだな。そういう一言でうまく表現できないものは会って話した方がいいと思うんだ。わかりました。いつがいいですか？明日の午前中、リーズンスタジオでどうでしょうか？そんなに急ぐ必要はないんじゃないか？ん？ジークフリードに呼ばれてるみたいだ。すまない。俺はこれで失礼するよ。また会おう、ブローニャ。みんな。ベルトさん、いつもの言い訳ですね。次に彼に会った時、リーズンスタジオは別のプロジェクトの制作をしているかもしれません。心配しないで、ブローニャ。ボサ頭が。あの二人がいる範囲を特定したわ。もう逃がさないわよ。They're gonna be captured. テスラ博士、アインシュタイン博士、ナイス。キアナちゃん、どうして博士たちがベルトさんとジークフリートさんを連れ戻すことにそんなに喜んでるの？ I'm guessing it's because she thinks because she has to do all that homework, they have to do stuff too. メイ先輩、考えてみて。ベルトとパパはお酒を飲んでおしゃべりしてるのに、私は宿題をしなくちゃいけないって不公平すぎるよね。Called it. 今の話、学園長が聞いたらまた宿題の話を聞かされるわよ。はあ、メイ先輩はますます先生に似てきたね。違う違う、メイ先輩はもう優秀な先生になったと思うよ。私もまだ実習に入ったばかりで、先輩たちに学ばないといけないものがたくさんあるわ。何せ私の前には厄介な生徒がいて、1週間も宿題を先延ばしにしてるもの。いや、キアナ、今日はちゃんと終わらせるよ。はあ。
やっぱりメイ先輩はいい先生になると思うよ。宿題の催促にも慣れてるしね。私はメイ先輩の生徒じゃないのに。キアナちゃんはキアナちゃんよ。ジークフリートの位置を特定した。ユアヒムもその近くにいる。ふん、いいわね。二人を捕まえに行ってくるわ。月に行けるようにパパとベルトに早く仕事を終わらせてもらわないと。メイ先輩、ブローニャもちゃんと時間を空けておいてね。え、その時はキアナちゃんの好きなお菓子を用意しておくわ。やった、そうだ、みんなで一緒に料理を作ろうよ。私も手伝うから。 Has Grisio ever talked to Kiana is my question. カスラナ家のものはキッチンに入らない方がいいと思います。 Well, actually, the last part of the captain storyline showed that Callan from that could actually cook. Somehow they managed to learn have a Kazlana that can cook, which is the most mind-blowing thing. 甘く見ないでよ、ブローニャ。人は成長する生き物なんだから。そうですか。それなら、キアナの料理に十分な時間が取れるように、急いで次の企画書を完成させなければなりませんね。こんなに頑張ってるブローニャお姉ちゃんを見たからには、私も頑張らなきゃ。でも、ブローニャお姉ちゃんはちゃんと休まないとダメだよ。はい。ゼーレも体に気をつけてください。仕事の件ですが、重装ウサギはすでに 80% ものタスクを一人でこなせるようになりました。I feel sorry for it now. 頑張ってるのは重装ウサギの方でしょ。それと、デュランダルと同じようにゼーレも一人で学校のことを全部やろうと思わないで。分かってるよ。これは私たちが一緒にやり遂げるべきことだし、みんなの願いなんだから。What is that goal?その通りよ。天才ロザリアとバカリリアはアイドルのようなキラキラした情熱で最高の巡回教師になるわ。うるさいよバカロザリア。クーがみんなに食事だっていう声まで聞こえなくなった。あ、もう食事の時間か。よく寝た気がするぞよ。フカ、今日は新しくできた食事処に行ってみないか。ええ、そうしましょう。うむ、そうだ。ゼーレがいる学校から戻ったら我らはどこで旅をするぞよ。以前フッキさんが話したように、まずは新州旅行をして、今まで楽しむことができなかった行事をみんなで堪能するのもいいですね。他に考えがありましたら遠慮なく教えてください。ふん、僕年人は同じ場所に長くいるからどこだって同じじゃないですか。私はやめておきます。何か用事があったら私に連絡する方法を知ってますし。つまりこの牧年人が呼べば遠く離れていても四季の律者は瞬く間にやってくる。ソチはそう言いたかったか。わお、バカを言わないで。そういう意味じゃないよ。私を何だと思ってるの？伝書鳩とか。え、違うのか。我はフカと一緒にいられるならどこだって楽しいと思うぞよ。ただ今一番大事なのはご当地グルメをお腹いっぱい食べることぞよ。行きましょう。ところでリタ、そろそろスタンのご飯の時間じゃないですか。ご安心ください、デュランダル様。スタンはすでに自分でアフタヌーンティーをいただきました。What do you mean by that? Did you give tea to a cat? それから、スーサナさんはスショウ様とキラ先輩を訓練室まで案内しに行きました。そこでは、琥珀様が具体的な内容をお伝えしますので、本日の残りの訓練は彼女たちに任せましょう。あら？他に何かご用事でもあるのでしょうか、デュランダル様？何でもありません。もう少ししたら一緒にコーヒーを飲みに行きましょう。はい。そういえばもう12月ですね。ふむ、正月になったら今までよりも美しい花火が見られて、見たことのない美食をいっぱい食べたいぞよ。はあ、行事なんて関係ないでし
私たちがその気になればいつだってお祭りだ。 True, I guess. そうですね。私たちの経験、記憶、それから感情はずっとここにあります。というより、どこに行ったとしても私たちには帰り道があります。はいはい、そういうのはいいから、今は美味しいものを食べるとき、早く行きましょう。え、今行きます。みんな、私が作ったピザトーストを食べてね。え、楽しみにしてるわ。今夜の海はきっと綺麗だろうね。それなら早く出かける準備をしましょう。何事もその目で見ないとわからないし。この季節だと夜は冷えますから、上着を忘れないようにしてください。みんな急いで、今日はケーキがあるのよ。先に来た人は2人分食べていいから。夜になったら私たちもスタンを連れて散歩に行きませんか？ええ、今まで貯めてきた休暇を一気に使う場合に何をしたらいいか考えることもできますね。ほら、今日も歳月の中の平凡で素敵な一日。それなら広い空と輝く時間、そして私たちの物語を連れて会いたい人に会ってしたいことをして輝かしい景色を作るの。足を止めた時は月と星々を見上げてみて。落ち込んだ時は、あなたの旅はこの経験に新たな意味を与え、あなたの足取りはこの物語に永遠の未来を与える。行こう、今までのように一歩ずつ。ほら、こういう日は本当に第一歩を踏み出すのに向いて。だって今日は本当にいい天気だから。That's the end of that. All of chapter 42 is complete. And I actually feel sad again now. But I get Hirsch of Sentience now.But yeah, that's the end of these guys' storyline completely. For now. Like I said, I'm hoping what's gonna happen is they're gonna come back later on. Like, these characters might come back in the story eventually. They're not gonna be the main part of the story anymore, though. Like, you might see Teresa sometime, or like.Rosalia or Lilia, I'm guessing. But Kiana can't appear in the story without a very good reason anymore. Because of just how strong she is at any problem, she can basically just fix, essentially, at this point. But yeah. That's where I'm gonna have to be ending the stream for today. Thanks for coming. I hope you enjoyed. Hope to see you next time. Goodbye.